やっぱなんか掘ってて見つけた時が一番楽しい。ワクワク、何が出るかなって周りからこう掘っていく感じ。7000年前の縄文人が掘った跡です。すごい綺麗な黒曜石が出てきたの。この試着は役に立つんですよ。土も集めるし、水も汲むし、豚汁も吸えるし、これって土方女子ですよね。土掘るのが大好きです。土掘るの好きなんですか？大好きです。結構いい土器になると思います。楽しいです。土器とかをあの探してこういう風にやってるんだけど、今回あまりそういうの少なくて何も出ないかもしれないですね。アスファルトを砕いたりしこれは300円。300円の合衆道具。この辺に当たったんですよね、スコップが。こんな感じ。横になって土臭くてラブリーな発掘ドキュメンタリー。縄文人がこれを握って掘ってた。こういうふうに握った瞬間に何か一人の縄文人を感じることができますよね。ようこそ縄文時代へ。掘る女、縄文人の落とし物、ご覧くださいね。